2分ぐらいその格好してないと。すごい。わ。ちゃんと石持ってるもんね。誇りじゃない。石。石。あ、石よね。うん。心のある飛び方。なんて言ったらいいね。すげえ。ピンクだったり金だったり。すごいいろんな色してるのこの日のはね、うん。で、この日を境にピカって光るのが出たり。うん。北海道の人が持ってきたんかと思って。綺麗。綺麗。シエルちゃんの時も映ってよ。うちにいたのかどうかわかんないけど、よく前の見たらね、少しはカラーなんだよ。うん、ブルーだったりピンクだったり、うん。こんな派手じゃなかったね。すごい派手だもんね。レインボー。うん、ゴールドみたいな。そう、この人が神社巡り好きな人で、 あちこちの神社巡ってね、はいはいはい、私にも諏訪大社のお守り買ってきてくれて、うん、それで私に白いお守り買ってきてくれてね、うん、それでもう一人の人に赤いの買ってきたのね、うん、でなんで私白みたいになったら、うん、私の後ろに白い竜がいるっていうの。見える人だったの？分かんなく感じるんじゃない。うーん、それでね、あの竜がいるんだけど白いんだよって言ってね、あなたは白い人だからって言って、うん、白のにしたっていう。うーん、え、何度もいらっしゃってるの？うん、北海道から。そう、今に100回来るって言ってた。100体お地蔵さんつくんだって。へえ。まだ3つ目か4つ目なんだけどね。うんうん。あ、ここに来て作るってこと？そう。あ、そこに意義があるんだね。あ、なるほど。あの人ここへ来て人生が変わったんだよ。あ、あの人？うん。もしかして前の言ってた人。はい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 。ギリギリのとこでセーフだった人だ。そう。え、その預言者のお姉さんは、預言者のお姉さんは今もたまに来るよ。あ、本当？うん。預言者のお姉さん自分のことが分かんなくてさ、うろうろしてて。人のことは分かるのね。人のことはよく分かんなくてね。それとあの人が自信は 100% だったよ。あ、本当？でこの間いつだったか12時にね、うん、地震が来るよ、なんだろうこの変な地震って言ってたの。大きいけどちっちゃいって。そういったらその通りのが次の日の朝9時半、うん、福井県でなった。ああ、震源地だけが震度5なのに、うん、周りが1とか2なの。ああ、これ先生リピートしてる？もしかして3分過ぎたけど。あ、3分過ぎたら